川口春奈さんの話をしてたら、なんかロレックスしたくなってくるよね。有名女優の時計を調べてみた。川口春奈さんです。選ぶ時計がすごいんですよね。オーデュマピゲのロイヤルオークの無垢ですね。今年の1月にもアップされているのがロレックスのデイデイトの無垢ですね。金無垢なんですよ。あとまあこのね、GMT マスター2、青赤のペプシをつけてます。やっぱいいですよね。いい時計はいい。というかつけたい今。デートの持ってる人にちょっと連絡してみようかな。デートなカーシーてって言ってつけさせてもらうか。知り合いの方にデートなるかちょっと今確認してます。貸してくれたらここに登場します。はい、お待たせしました。いい報告ができます。スペシャルゲストが来ていただいてます。よろしいでしょうか。皆さん大好き、じゃーん、デイトナさんです。こちら 1165LN なんですけども、こちらは黒文字版になります。今なんと金額が420万円。ちなみにこれ定価175万円なので、どんだけ上がってんだっていう話ですよね。何っていうぐらい高い。今もうすごいステンレスがね、上がってるんでね。こちらのモデルだと白の方が少し人気というか、50万円ぐらい売り値の金額が違うかなっていうところですね。顔かっこよすぎない？この部分がこれは黒なんですけど、これ自体もこうステンでできていて、まあ、シルバーカラーっていうのかな、だったりするので、結構これは顔が大きく見えると思います。文字盤もそうだし、このベゼルの部分も黒とかだと結構顔が大きくて、こういかつい感じのメンズっぽい感じが出ると思います。昔のやつってベゼルもシルバーだったりするんで、もうちょっとこうドレッシーな感じになるのかな。これの方がスポーツっぽいけど、ちゃんと上品さも残ってるっていう最高のですね。最近だとジャニーズの山田涼介さんがされていたようで、白かも黒かちょっとあれなんですけど、されていたそうです。確かに私 YouTube 見て知ってるなと思うのは、かまいたちの濱家さんが一応こう並んで、まあ、デートなマラソンじゃないですけど、ちゃんとどれくらいしたかな、何週間って言ったのかな、何ヶ月って言ったのかちょっと忘れちゃいましたけど、ちゃんと通って入手したっていうことなので、ということでちょっとさせていただきたいと思います。じゃーん、どうですか？こんな感じ。女性がするとちょっと大きいけど、いいな。ちょっともう怖い。420万円するの？すごいね。1165LN ってレーシングっぽい感じのやっぱり、顔なんですよね。洗練されたというか、こう上品な感じ。スポーツはスポーツなんだけれども、ちょっとシックさもありながらもガチャガチャしてない感じというか、まあ、本当に上品っていうのが本当に伝わるなと思います。お仕事ですると、まあ、デートなって分かって高級っていうのは分かるから、ちょっとなかなかできないと思うんですけども、そういうのあまり気にならないお仕事とか、役職の方はスーツでする方とかもすごいたくさんいらっしゃるだろうなっていうような感じですね。これは、
赤ワイン飲めますねこれでね。本当にいやこれ返したくないなと思ってしまいます。ではためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。この旅はロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱い説明書を読んでずっと正しく優しく扱ってね。貴重なものにつき転売する人は受け付けません。ご了承ください。